皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルにわかりやすくお伝えします。フィリピンの下院は医療サービスの改善、財務透明性の向上、及び教育の促進を目的とした3つの法案を可決しました。法案は地域全体で特化したケアセンターを設立すること、銀行秘密法を改正して不正行為が疑われる銀行職員の調査を可能にすること、そして未払いの料金がある場合でも学生が最終試験を受けることができるようにするの3つです。いずれもフィリピンが抱える主要問題ですので、適切に履行されることを願うばかりです。ソーシャルウェザーステーションズによると、フィリピン国民の 51% が貧しいと自己評価していることが最新の調査で明らかになりました。調査によると、51% が自分たちを貧しいと評価し、31% がどちらかといえば貧しい、19% が貧しくないと答えました。特に、マニラ首都圏とミンダナオ地方では自己評価の貧困率が増加しました。半数以上の国民が貧しいと感じる生活を送っているのは、日本人としては心が痛くなる結果ですね。Gキャッシュユーザーの資金が消滅する不正取引が300件以上報告されました。Gキャッシュ側は、ハッキングが行われたかどうか調査するために、一時的にサービスのシャットダウンを実施しました。なお、不正な引き落としにより、資金が消失したアカウントについては、ユーザーに適切に返還されるとのことです。Gキャッシュ側のセキュリティ対策が十分だったのか、フィリピンだけに気になってしまいますね。こういうニュースがあると、Gキャッシュなど、電子マネーのアカウントに、多額の現金は入れないでおこうと思ってしまいますね。調査によると、フィリピンの消費者は、給与日には、シャンプー、石鹸、消毒用アルコールなどの衛生用品や、缶詰、インスタントコーヒーなどの即席商品を優先的に購入しているそうです。さらには、給料日直前においても、同様の傾向があるそうです。フィリピンの文化においては、個人衛生などの清潔さが重要であり、食料などの必需品と同じレベルで、重要視していることが伺える結果となっています。なんともフィリピンらしい調査結果ですね。特に若い子に限って言えば、何よりも、スマートフォンを生活の最優先に考えていると感じるのは私だけでしょうか。フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領と同じ名前を持つ、23歳の英国系フィリピン人観光客が、BGC のバーで強制わいせつ行為の容疑で逮捕されました。警察によると、マルコス容疑者はパーティーをしている時に、同意なしに19歳の女性にキスをして、もう一人の19歳の女性の胸を触り、23歳の女性には、性交を持ちかけたとされています。なんともお騒がせな男ですね。この名前ならモンキーハウスの中でも注目を浴びそうです。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。